楽しみですね。来週からはまだちょっと涼しくなります。だいたい今私がいる場所は日本で言えば日本の北海道の北にカラフトがございますよね。今サハリンというんですか、私はカラフトという南半分は日本領でしたけども、カラフトの中部あたりの緯度と同じですので、大体その夏の快適さがお分かりいただけると思います。日本の本州のような蒸し暑さはありません。北海道よりもまだ北ですから、非常に夏は過ごしやすく、もしイギリスに行こうと考えている方はぜひ6月、7月、8月をお勧めいたします。あ、次また橋渡りますよ。これ全部運河です。ここは無理ですけども、こういったところをナローボートが走りまして、英国の産業革命の時の運輸手段として大変活躍した有名なイギリスの内陸就労ですね。今も 2,3000 キロぐらいありまして、これもまた各地のボランティアが火を切ったり新設したりして、その維持管理に努めています。現在はもちろんもう産業には使えませんが、レジャー用として未だに英国に愛されています。中にはナローボートの中に居住する人がいますね。定住しないで、ナローボートに生活してイギリス国内を水の上をあちこちする方も大勢いらっしゃるようですね。近年日本からもナローボートに観光に来られる方が増えているとは聞いています。私も実は去年初めてナローボートに日本から来た友達と一緒に乗りました。結構面白かったですね。また機会あればやりたいです。そろそろまた